はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第296回でございます。今回のテーマは言いたいことも言えないこんな世の中じゃっていうテーマでやっていきたいと思います。ということでね、開始10秒ぐらいかな、ちょっといい声でやってみてくださいとか、一回ダラダラジオいい声でやってみてくださいっていうリクエストがあったんで、冒頭10秒だけやってみました。ちょっと待て、いい声でやってみてくださいっていつもがいい声じゃないみたいになってるでしょって思いながらだったけどまあ最初だけねやらせてもらったんですが、じゃあ通常モードに戻ります。はい、ということで今回はね、言いたいことも言えないこんな世の中じゃっていうテーマです。これが分かる方はもしかしたら同世代かも。もし分かんなかったら、なんかこの言いたいことも言えないこんな世の中じゃっていうのをお父さんかお母さんにフレーズ聞いてみてください。これ何って、あ、ポイズンでしょって返ってくるからきっと。はい、以上です。はい、ということでね、テーマ若干ふざけた感じになってますけど、まあ、内容は真面目でございまして、で、何かっていうとね、先々週ぐらいかな、ツイッターで見た方も、あ、誰か、コミュニティ機能でも YouTube でも流しましたけど、神奈川県のある高校で授業をさせてもらいまして、で、そのね、授業の様子っていうのはダイジェスト映像がいつかチャンネルで上がります。ちょっともうちょっと先なんだけど、まだ素材をいただいてないので、で、まあ、そんなのやってきて、で、そこで、先生ともいろいろお話しさせてもらったりとか、で、一回ね、高校1年生向けに授業したんだけど、高校1年生の男の子と学校の先生と自分で対談をするみたいな、三者対談をしてきたんですよ。で、そこでね、まあいろいろ本当にいろんなことを話をして、すごく刺激的だったんだけど、そこが。で、まず、なんでこのテーマを今回したかっていうと、そこで喋った内容を動画に全部したら、まあね、プチ炎上すると思う、俺。そこでもね、みんなにも言ってたんだけど、あ、これは言えねえなと。これは、流せないみたいなね。何かっていうと、ちょっと保護者向けに角の立つ発言をしました、私。まあ、普段から思ってることなんだけど、で、言い方が悪かったの。そこで Google の社員さんもいたんだけど、言葉が悪いってちょっと言われましたけど、まあ、その通りだと思っていて、ちょっと言い方をね、ちゃんと変えると、その保護者の方の中で、は、まあ、モンペっていう言葉があるじゃん。モンスターペアレンツってあるけど、その、実際いろんな先生から話を聞いて、いろんな理不尽なクレームというか、要求が学校の先生に向けられてます。これは事実です。事実。でも、それはみんながみんなじゃない。よくモンペモンペって今の保護者は、その今のっていうカテゴリーに入れる人いるでしょ。いや、それはおかしいんだよ。ちゃんとというか、子供のことを思って学校の先生とも一緒に、頑張っていこうっていうスタンスの方がほとんどです。ほとんどなの。でも、その保護者の中でも、おいおい、ちょっと待ちたまえっていう方は、やっぱり実際いらっしゃると思ってる。そこで俺はその人に怒られても構わない。そう思ってるから。で、それを、今の発言を、ちょっと変な風に言っちゃったから。うん、でも実際ね、この、なんだろう、本当は何でも言っていい世の中だと思うわけ。まあ、もちろん言葉を選んだりとか TPO によって分ける必要はもちろんあるんだけど、で、学生のみんなもさ、結構我慢してることって多いじゃん。特に親に対してとか、あと学校の先生に対して、自分の夢をやっぱり言えない子ってたくさんいるし、バカにされたらどうしようとか、否定されたらどうしようって思ったりすると思うし、あとは、なんかどうしても我慢したくないんだけど、でも自分が我慢することでこの場が落ち着くんだったらって思うことない？俺すごいそのタイプなの。そう、良くないって思う。今でもそうだけどね。そう、まあ気をつけてる。ちょっとずつ改善しようとは思ってるけど、多分学生の中でもいると思う。自分の意見を言いたいんだけど、自分が我慢をすることでこの場が落ち着くなら自分が我慢すればいいやみたいな、まあ、貧乏くじ引けばいいやみたいな風に思うことってあると思うんだよね。で、もちろんちょっと話を戻すと、TPO に分けて言っちゃいけない場面もあると思うよ。あ、思うけど、何でもかんでも言っていいじゃんってわけではないんだけど、できる限り自分の意見っていうのは、普段我慢してるなってちょっと自覚がある子、うん、多分多くの方があると思うんだけど、その方は言うようにした方がいい。で、それを自分の中で何でもかんでも言うっていうのは難しいし、じゃあどれを言ってどれを言わないようにするのかなっていう判断も難しいよね。自分でしかできないから。だって人にさ言えないわけじゃん。私これ言おうと思うんだけど言って大丈夫かなっていう相談はできないよね、うん、だから難しいとは思うけど、自分の中に思った感情、つまりアウトプットしたい、外に出したいなって思ったものを
押し殺してアウトプットせずにいると、結局自分の感情が本物がどれかが分からなくなっちゃうの。もしかしたらこれ全員が全員じゃないかもしれない。俺のケースだから、俺のケースと本で読んだケースだから全員が全員じゃないかもしれないんだけど、自分ね、その学生の時もそうだし、徐々に徐々に言うように変化させていった中ですごく感じるのが、自分の考えをアウトプットする機会を削ってしまうと、自分の本当の意見、思ってることっていうのが分からなくなるし、自信が持てなくなってくる。で、そうすると自信が持てないから余計にアウトプットできなくなるっていう悪循環に入っちゃうので、割と自分もね、 YouTube やってて、なんだろう、毎日が毎日さ元気じゃないわけよ。落ち込む時もあるし、自信がなくなる時もあるわけ、どうしてもね。で、自信がなくなってる時ほどアウトプットってできなくなるんだよね。自分なんてって卑下しちゃうから、自分今ダメだってなるからね。でも、そういう時だからこそ言うようにしようって思ってるの。うん。ただ何度も言うけど、その場所とかを選ばなきゃいけないとは思うよ。思うし、発言しなければ角も立たないし、自分が苦しむこともない。それも当然そうなんだわ、事実なんだわ、合ってんだけど、でもやっぱりせっかくみんな生きてるわけだし、生きてる中で何かしらの意見は持っていくわけだし、で、自分の意見を言うことで角は立つことはある、はぁ何それって言われることもあるかもしれない。でも自分の意見を言わないと、それに賛同してくれる人とか、それに対して意見を言ってくれる人とかがいないと、自分が高まらないんだよね。上に今の自分で終わってしまう。そう、だから自分がよくさ、夢は口に出せっていうの、俺も言うけど、人に笑われようが関係ねえって、自分の夢は口に出すっていうのね。で、俺もさ、いろいろ言うわけよ。で、言ってきたし、いっぱい言ってきた中で鼻で笑われることなんかたくさんあるわけよ。さ、あ、頑張ってくださいって言ったら、お前顔笑っとるやんけみたいな、バカにしてるでしょって分かる時もあるんだよ、たくさんあるけど、口に出さないと、そのお本気で応援してくれる人、もしくはその夢に近づけてくれるヒントを持ってる人にも出会わないんだよね。実は、まあ、みんなにはちょっと手渡すことはないんだけど、まあ、名刺をね、自分普段使うわけ。YouTuber の方あんま持ってないんだけど、やっぱ教育系でさ、社会人の方とか学校の先生とか政府の方とかと結構こうお会いすることがあるので、名刺って必須でね、ちゃんと作ってるの。イラストレーターさんに作ってもらって、今はで、その自分の名刺の裏には今の自分の夢を全部書いてある。4項目ぐらい、そう、書いてあって、で、それの中にはえって思うようなものもあるんだけど、でも本気なの、俺にとっては。で、それを見せることによって、もしかしたらその夢に近づけてくれる人が出てくるかもしれないじゃん。で、そっちって大事なんだよ。バカにされる人って別にいいんだって。だって全員に理解できされるなんてないんだもん。夢だって、俺自体の存在だって、みんな自体の存在だってそうだよ。100人いたら100人が理解してくれるなんて、そんな無理だよ。それは綺麗事だ、そうって思っててね、俺はね。だからバカにされるのもしょうがないって。でも自分が本気の夢だから、だからこそそれに近づけてくれる人を見つけるために、応援してくれる人、背中を押してくれる人を本気で見つけるために、自分は言い続けるって思ってる。そう、だからみんなもぜひ、まあ、今回伝えたかったのは、何でもかんでもアウトプットしろってわけではない、それは違うんだけど、でもずっと我慢してる子ってやっぱすごく多い。自分が実際に塾講師やってる時もそうだったし、 YouTube 始めていろんな子に、まあ、意見聞いたりメールもらったりとか話してるとね、すごく感じることなの。だからちょっとずつ自分が出しやすいとこから、で、出して失敗したなっていう経験も、失敗は成功のもとじゃないけど、次に生かしていったらいいんだって。そう、だからぜひね、自分の意見をアウトプットする場面を削りすぎないっていうところと、まあ、いつも言うことになってしまうけど、夢はできる限りやっぱ口に出していくっていうのは大事にしてほしい、うん、っていうのが伝えたくて今回喋りました。はい、ということで、で、まあ、なかなかね、ダラダラジオ先生聞いてないと思いますけど、ぜひ学校に行って授業をするっていうのを自分すごく大事にしていて、学校の先生との縁も作りたくって、呼んでいただければ、大体、まあ、交通費を出していただければ行きますんで、はい、なかなかね、知ってます。特に公立学校に関しては予算がね、途中で組み込めないので捻出できないのも分かってるんですけど、まあ、もう、まあまあまあ、近場であれば交通費なくても行くかもしれないです。はい、なのでぜひ呼んでいただければ、何かしらちょっとは貢献できるかなと思いますので、真面目に授業しますからね。はい、よかったら呼んでみてください。よろしくお願いします届くから
みんなうちの学校にも来てって思った方は先生にちょっと言っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、という感じで今回のダラダラジオは、言いたいことも言えないこんな世の中じゃポイズンでございました。はい、ではもうちょっとで300回ですね。まあ多分年内には300回もちろん終わると思いますので、何か記念にやりたいなと思ってるんですけど、どうですかね、ダラダラジオの記念会って何がいいかな。なんかもし意見あったらコメント欄で書いてみてください。ではまた来週もね、なんか喋っていくので、よかったら聞いていただけたらと思います。ということで今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。